寒い。ああ、寒い。めっちゃめちゃ寒いですね。これ、雪が舞ってますよね。見えますかね、雪。皆さん、冬はバイク乗ってます？乗らないっていう人もね、結構たくさんいると思うんですけども、僕はね、一年中乗ってるんですけどね。雪道の走り方って、どうです？皆さん、どんな風に走ってます？バカ野郎、雪道なんて走らねえんだよ、雪が降ったらバイクなんて乗らねえんだよっていう皆さん思ってますよね。はい、でもじゃあ走らなくちゃいけなくなった時っていうことはどうしますか？バイク、このように止めて捨てていきますか？どうですかね。はい、まずですね、こういう雪がちらつく、シチュエーションですね、こういう時は普通に、ウェットだと思ってます、私の場合は。はい、特に雪だからといって、気をつけるようなことは、してません。必要ないと思います。で、ウェットとウェットとドライの乗り方で極端に、違う方がいらっしゃいますよね。これで、オンしか乗らないライダーさんには結構多いと思うんですけど、それね、逆に危ないと僕は個人的に思います。オンとオフ両方乗ってる、ものとしてですね、そう感じますね。まあ、オンだとすごくこうバンクも綺麗に、やるし、適切な運転をされる方がですね、まあ、ツーリングとか行っても、まあ、急にこう雨とかが降ってきた瞬間にですね、急に気持ちない運転になる方がいらっしゃいますけども、それは不要だと思いますね。はい、逆に、バンクさせないように、する運転をしたりですね、おかしなブレーキングを、知らすと、かえってそれの方が個人的には、ね、危ないと思います。はい、ですので、一番いいのはですね、まあ、普段ドライで走る時よりもちょっとねスピードを落として、走ってあげてください。それで乗り方は普段と同じで大丈夫です。はい、で多少雨でこう道路が濡れただけでですね、そんなステンといくような、タイヤを履いているんであれば別ですけれども、普通そんなことは起きないはずですので、まあ、このようなですね、雪がちらつく、ような路面で、まあ、路面に雪が残ってないような、シチュエーションですね、こういうような時はですね、普通のウェット、その感覚で走ってもらって何の危険もないかなというふうに、思います。で、問題はですね、雪が、路面に、ちらほらというか、見える、そういう路面の時からですね、ちょっとだけ、私の場合は、運転の仕方を、変えております。はい、どうやって変えてるんでしょうか。次にですね、こういう感じで、路面に、まあ、ちらほらと雪が、見える場合の走行ですけども、こういうところはですね、やっぱりちょっと、ドライの時の走り方と変えた方がいいと思います。はい、で特にですね、注意をした方がいいのはバンク角だと思います。やっぱり峠を走るようなバンクをするとやばいですね。そう飛んでいく可能性があります。ただ、こういう路面で、ちゃんと
やってほしいのはブレーキ操作ですね。やっぱり雪が路面に見えると怖くてブレーキかけない、傾向があると思うんですけども、これはオーバースピードで要するに、カーブに入ってしまうと結局バンク角が深くなってしまうので、これやっぱり危険ですね。なんでブレーキは、適度にかけていただいて、急ブレーキダメですよ、そんな急制動みたいなやつダメですよ、はい、なんですけど、車速を調節するブレーキはですね、きちっとかける、はい、そこだと僕は思ってます。それからバンクさせすぎない、はい、それ2つだけですね、気にしてれば、まず僕自体もそんなに、まあ当然こんなところでこけたことないですし、で、滑ったっていう記憶もあまりないです。まあただ、ただですよ、いいですか、気をつけてくださいね。オンロードのバイク、で、オンロードのタイヤ、これに関しては、保証できません。徐行してください。はい。僕も Z1000 で、それをやるかって言ったらちょっと怖いです。なので、まあ特に、オンロードでオンロードタイヤを履いてる、バイクの場合はですね、もう徐行して、ゆっくり帰ってあ、げてください。で、うん、決してスピードを出す必要は ありませんのでね、ゆっくり、まあ、自分で転ばないペースで走っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、そして最後がですね、もう雪が積もっちゃってる路面ですね。はい、ここに関してはですね、やっぱり、今までの、2つの路面とは明らかに、違います。はい。で、まずですね、僕みたいなこうオフ車に乗ってる人ですね、オフ車に乗ってる方、一つ、忘れないでいただきたいのは、雪を踏んで走っているので、まあ、タイヤに溝があったとしてもですね、タイヤの溝に雪が、詰まっちゃっている場合がありますよね。はい、大変滑ります、そういう場合。はい、ですのでやっぱり注意が必要ですし、オンロードの方もやめてください。これこのオンロードバイクの方、こういう路面走るの決して走らないでください。はい、これ全くおすすめできません。僕今これトリッカーで走ってますけど、まあ YPR 微妙ですけど、Z1000 では絶対走れませんね。はい、それからまあ基本的にですね、先ほどの路面と同じように、バンク角は浅く、それから、もう一つブレーキですね、これのかけ方、注意してください。よくまあこれ極端な例ですけどね、私の知り合いでもですね、ブレーキ前輪です、前輪しか使ってない人いますよ。はい、で全くリアブレーキ踏まない、こういう人いますけども、死にます。はい。死にます。リアで調節してあげてください。はい。で、リアもね、踏み込めば当然滑ります。でも、当然、まあ、バイク乗ってる方はわかると思うんですけど、前が滑るのと後ろが滑るの、どっちが制御しやすいですか？はい。後ろですよね。で、前が滑るとね、もうさすがにどうしようもないです。はい。どうしようもないので、前だけは滑らせたくないですね。まあ、ですので、まあ、リアブレーキでスピードを調節するということと、あと、道路の、コースの、2手先を読んでください。2手先ですよ。1手先じゃないですよ。普段運転してる時の2手先を読んでください。で、2手先までの、動作をもうすぐできるようにですね、インプットしといてください。はい、これがですね、普段と同じように、見えるコーナー見えるコーナーごとに対処してしまうと危ないです。はい、
危ないですね。ですので、まあ、見える範囲、見えないときは、ね、当然スピード落とす、見える範囲で次のコーナーの深さ、R、まあ、コーナーまでの距離で、その次、その次と、2手先ぐらい先を、読んで、操作をすることが、肝要かと思います。それから今ここいいですけど、さっきみたいな場所でこう輪立ちが1本とか2本とか、しかない場合ですね、こういうとこもそうですけど、決して輪立ちの上を乗らないでくださいね。まあ、特になんですけども、輪立ちのっていう木が潰れたところ、これ固まりますので、まあ、その後ね、こういう気温だとすぐそのまま氷になりますから、輪立ちの上イコール、凍結路面ということをですね、常に、頭に入れておいた方がいいです。まあ、どっちもどっちですよ。その輪立ちの下が凍って、氷になっているから滑るっていうのもあるし、新雪は新雪で先ほど、言ったようにですね、タイヤの面に詰まって滑るっていうこと両方考えられますけども、僕じゃあどっち選ぶかって言ったら、僕は、積もってるところを選びます。はい、輪立ち怖いです。そして最後にですね、こういう、非常に高く積もっちゃった路面ですね。もうね、こっから先、このこういう路面とか、あともう林道、雪の林道、これに関してはですね、口頭では言えません。はい、乗り方、言えないです。はい、もうこれは、身につけるしかないですね。はい、ですので口でこうどうこう言って、どうにか乗れるということはないですし、うん、まあおすすめもしません。やめましょう。はい、こういうようなところ走るのも頭おかしい人だけだと思っていただいていいですね。まあというようにですね、まあ、非常に、まあ、僕の個人的な話というか、意見で全く、参考にはならないと思いますし、まあ、参考にしてもらっても、困るわけなんですけれども、どうしてもね、ツーリング中にバーッと降ってきて、走らざるを得ないとかね、まあ、そういう時に、まあ、ちょっとあいつがそんなこと言ってたなっていうのを、思い出していただけたらですね、まあ、ちょっとでも何かのお役に立てるのかなと思います。はい、で、奥車持ってる方、奥車持ってる方、山、雪、面白いですよ。本当に面白いですよ。まあ、ただ、行く方はですね、100% 自己責任で行きましょう。私も自己責任で行ってきます。でもね、これがね、楽しいんですわ。楽しいですよ。はい、どうもありがとうございました。